三重県道141号宇どの熊野線は、三重県南室郡気宝町から同県熊野市に至る一般県道である。通称は、オレンジロード。気宝町うどのの海沿いから、山間部に入り、熊野市街地に至る道路である。この道路の大部分の区間である、熊野市西、戸町南室郡気宝町新内間は、 広域農道として整備され、オレンジロードという愛称が与えられている。その名の通り、沿線の美浜町付近では、未ん農園が立地する、山崎運動公園多目的グラウンド。1970年に、熊野地域が、家樹広域農密生産団地形成地域に指定されると同時に、農道の建設が決まり、 1983年11月に43億8000万円をかけて広域農道七里三浜地区通称オレンジロードとして開通した。1995年4月1日、三重県道141号ウドの熊野線として路線認定を受けた。ABC 平成7年4月1日30県国時第204号 AB 中村171ページ。 平成19年3月30日30県告示、第296号 AB30 県県土整備部三重県の道路県管理道路一覧三重県農水省工部三重県農水省工部三重の農道オレンジロード国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査箇所別基本表ありがとうございます